皆さんこんばんは、MK です。今回もロブロックスというゲームで遊んでいきたいと思います。どうやら私は宇宙人によって UFO に閉じ込められちゃったみたいです。早く地球に帰りたいので、なんとかここから脱出していきましょう。ズバリ宇宙人はいると思うという方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということで早速向かっていきましょう。あなたはここの UFO を管理しているロボットなんでしょうか？ヘイリリクルートザシップハズウェインドンギョンドンウェイということで、英語は全然わかりません。そしてなんでメガネかけてるんでしょうか？ロボットなんだったら目が悪い時は内部の機械とかで頑張ってよくすればいいんじゃないですか？そこは原始的なんですね。はい、そしたら次はザセキュリティレーザーハブ、あーなるほど、セキュリティレーザーね。これに当たると焼けてしまうということなんでしょう。なんとか当たらないように乗り越えていきましょう。下をくぐり痛いですね。うまいね。うわっと、何これ、なんかめっちゃむずいんですけど。落ち着け落ち着け、ちゃんとレーザーを見ながら進んでいけばどうってことありませんね。はい、そしてここは地面も動くんかい。それは分かってなかった。地面も動いてるしレーザーも動くと、これはなかなか難しいんじゃないでしょうか。とりあえずレーザーだけ意識してジャンプしていきましょう。 OK、 なんとか抜けることができました。そしたら今度はザ・ロケット・フェインギョン・ボン・ドン・ウェイということで、分からんけど多分ゴミ置き場なんでしょうね。この謎の液体に当たると絶対に体に良くないので当たらないようにしたかったんですけど当たってしまいました。じゃあこの緑と茶色が混ざったよくわからない液体には当たってません。ちょっと先生、当たってないですよ今ね。えあんたちゃんと見といて、今当たってなかったから。はい、ここ大きくジャンプして、今のは微妙だったな。結構ギリギリのジャンプを求められるんですね。はい、ギリギリでジャンプして、これも真ん中にちゃんと着地していきましょう。で、ドラム缶の上からさらにジャンプして、おっと、これはロケットのパーツでしょうか。スクリュー的なのがありますけど、スクリュー？プロペラ？ロケットにプロペラってついてましたっけ？ちょっとそのあたりはいまいちわかりません。ロケットに詳しい方がいたらぜひコメント欄で教えてください。はい、そしたらこのパイプを通って、おお、なんかクジラクジラのオブジェがありますけども、ロケットのパーツ関係なくない？はい、そしたら次は何？ここ、めっちゃ広いところに出ました。 We need to do win don bon。 わからんわかんないからもう読むのもやめましょう。おっと、そしてこれはサボテンか？サボテンがトゲを出しているみたいです。当たるとダメだよね。わかってはいたけどむずくないか？これさ、多分内側よりも外側を通っていった方がいいと思います。トゲが出たらすぐに次進んでいこう。 OK、 はい、なんとか乗り越えられましたが、今度はお花の上をなんとか歩いていきましょう。下の水に当たっちゃいけないんでしょうね。何？あれか、この泡的なのにも当たっちゃいけないんですね。泡はただの飾りだと思っていたんですけど、そういうわけではなさそうです。そしてこのお花、なんかプラスチック感がすごくないか？プラスチックのお花が咲いてるってこと？宇宙はよくわかりませんね。今当たってません当たってませんよ。ちょっと判定がシビアすぎる。待った、ちゃんと中央あたりに着地しないとこれ当たった判定になってしまいますね。はい、じゃあここもちゃんとジャンプしていこう。 OK、 そしたらこれはなんだ、ウニがコロ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 空中を漂っております。ウニに当たった。カラフルなウニ当たらないように気をつけていきましょう。めっちゃカラフル。なんか今の黄色と水色混ざってるけど、まあそんなのはどうでもいいとして。うわ、ここはクロスになってるぞ。クロスのウニをなんとか避けていきましょう。オッケー、そしてこれは何？え？なんかさ、こういう花火あるよね。うわ、なんて言うんだったっけ？ネズミ花火じゃなくて、ヘビ花火？違うな。なんて言うんだったっけこれ。あのさ、わかる？言ってるの。MK さんちっちゃい時やったことあるな。地面に、こう丸いやつで火つけると、こうやってなんかニョキニョキって生えてくる。蛇花火？違うな。なんて言うんだったっけ？ちょっと正式名称わかる方いたら教えてください。はい、そしたら、The water in the pool is dangerous。お！それは分かったぞ。水に当たったら危ないということなんでしょうね。ノースイミング。わかりました。うーわ。これノースイミング？ちょっときつくないか？なんとか足場の上行きましょうか。ちょっと待てよ。これタイミングゲーですね。危な。うわ。
すごい濁ってる液体でございます。そして今更ですけど、この UFO 重力があるんですね。重力があるから水がこの下で保てているんだと思いますけども、よくわかんないですね。はい、じゃあここ大きくジャンプして、これは何？海藻？海藻的なイメージなのか、何のイメージなのか、魚？魚ではないか、はんぺんが泳いでるみたいな感じになっておりますけども、はい、この上からジャンプしていく、届かない、届、ちょちょちょ、どういうこと？床すり抜けてましたけど、宇宙空間に放り出されてしまいました。え、あらら、またか、あら、ちょっと待って、あ、行ってんのか。あー、なるほど。さっきのやつ MK さん上には着地できなかったけど、中間は取っているという判定みたいです。はい、そしたらこの先進んでいきましょう。消える足場に気をつけながら大きくジャンプしていく。 OK。 はい、そしたら今度は、え、何何これ、何、え、どういうこと、どういうこと、わかんない、わかんないけど、とりあえず行くよ。うん、え、何、あ、水、わかりにくめちゃくちゃ分かりにくいじゃん。せめて中こう透過してさ、見やすくしといてください。なになになに、あ、穴開いてんのか。ちょっとちょっとちょっと、ここの UFO 穴開いてますけど、ちょっとロボットさん直しておいてください。大変なことになりますよ。中の酸素がどんどん宇宙空間に放出されております。落ちないように行きましょう。 OK。 なんかこういうのって穴開いたら終わり感あるけどな。はい、そしたら今度は下に泳いでいきまして、ここ？ここか。わかりづらい。また穴開いてるよ。ちょっと、さっきのロボットさん、ここ穴開いてるって、早く直しといてくださいね。ジャストザエンジンルーム。エンジンルーム、わかりました。そろそろゴールが近いんでしょうか？このビームに当たらないように行きましょう。お、オッケー。なんか、今のはさすがに当たんなくないか？はい、そして次は、おっと！え？どういうこと？端っこ？端っこ？ここはいけないか。この青いところって踏んでもいいんですか？いいんだ。完全に踏んじゃいけなそうな見た目でしたけど、青いところは踏んでも OK みたいです。はい、じゃあ青の上をうまく通って、この先行きましょう。隕石が、ちょっとロボットさん、隕石が今にも UFO に当たりそうなんですけど、いやでも微妙に当たってないな。すごいうまいところに UFO はいるんでしょうか。隕石に当たらないうちになんとか脱出してしまいましょう。すごいいい軌道を描いてるね。隕石危ない、今当たってたぞ。今正直頭の後ろかすってましたけど、なんだ、エラー、え、どういうこと、どういうこと、エラーが起こってるんですけど、何のエラーですか？ファイナリーアットザコントロールルーム、ユーズザテレポータートゥーゲット、わかんないけど、とりあえずテレポーターに入れということなんでしょう。え、何？ああ、ロボットさん大丈夫？エラーエラー、テレポーターブローケン、ニードリブート。ああ、なるほど、多分この氷の星に墜落してしまったということなんだと思います。ほら、テレポーターも壊れてしまいました。だからこの先に行って、なんとかリブートをもう一度電源をつけろと。うわ、それ MK さんに任せんの？絶対ロボットの方が体丈夫だって、生身の人間がやる仕事じゃないんですけど、なんとかつららに当たらない。うわ、無理じゃない？え？今タイミング完璧だったと思いますけど、このつららちょっとむずいな。おー、来て、オッケーオッケーオッケー。これ2本出てますけど、1本だけ意識すれば良さそうですね。はい、オッケー。ウニ、またウニがありますけど、ここ氷の星の住人はウニが好きなんでしょうか。はい、ということでまた中間を取りまして、何、岩がゴロ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 転がっております。何何何何、氷の国じゃないの？国っていうか氷の星じゃないの？なんで氷の星で岩が転がっているんでしょうか。そのあたりもよくわかりませんが、 We need to get across the planet、 わかんない。もう頑張って読もうとしたけど、英語はもう一回勉強しないとダメみたいですね。はい、じゃあここジャンプして、ジャンプして、危ないよ。結構足場が狭いんですね。ここは氷の星ですので、多分水に入っちゃうと凍ってしまうと思います。そしてまたウニがいっぱいある。 MK さんの身長と同じくらいのウニなんですけど、これって当たると、あ、いいんだ、あ、当たっても OK みたい。はい、じゃあ上に登ってスクショタイム。よくわかりませんが、はい、ガンガン進んでいきましょう。スクショタイムとかやってる場合じゃないですよ。 This place is maze、 maze か、
メイズっていうのは迷路という意味なんですよね。あんまり迷路とか得意じゃないんですけど、今回はじゃあ右壁に張って進んでいきましょう。そう、迷路系は片方の壁に張っていけばいつかゴールできるというね、そういう仕組みになっておりますので、今回は右の壁を伝っていきたいと思います。そんなに長い迷路ではなさそうですけども、はい、こっち側進んでいきまして、そろそろゴールなんじゃないでしょうか。お、合ってる？合ってるっぽい、合ってるっぽい。一方通行で OKOK、合っておりました。何これ、怖っ。え、なんか角みたいなの出てますけど、巨大生物でも住んでいるんでしょうか。怖い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 。つららに当たらず行きましょう。あっぶな。うわっと、そしてこれは、うわ待って、足場が狭すぎるって。何、隕石か、びっくりした。今でっかい影が横を通ったので、でかい生物的なのが来たのかと思ってしまいました。あーっとっと、なんか今おかしかったよね。なんか今風が吹いていたような気がしますけど、気のせいだったみたいです。はい、ということで雪の結晶エリアを抜けて、お、ゴールじゃないか。オッケー、ラジカセ持ってる。なんとかゴールできました。オッケー。ということで、UFO からの脱出いかがでしたでしょうか。今後もロブロックスガンガンやっていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録と高評価をして次の動画をお待ちください。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。